今回の言葉は、協定。部活の帰りに夜道を歩くのは協定。協定というのは、怖い、恐ろしいという意味です。この場合、部活動で遅くなって、夜道を帰るのは怖いという意味になります。部活の帰り、夜道を歩くな、協定。 部活の帰りに夜道を歩くのは協定は。